はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジね、第9回放送ですね、始まりましたよということでございますね。いやー、まあね、先週からね、少しずつね、いろんなリニューアルを図ったりしておったわけなんですけど、いや、ここに来てね、まあ、ドタバタかドタバタを増しておりましてですね、まあ、いろいろと、プライベート、コーチともども、ドタバタと、しております。ドタバタしか言ってないですね、さっきから、なんですけど、まあ、とりあえずね、パッとね、おめでたいこととしてはね、一つね、うちの動画でね、ついに1万再生を超えた動画が現れまして、ありがとうございますということですね。ショート動画ね、なんか三義鉄道のね、行き先項目のね、動画がね、なぜかというと、1万再生ポンと、行ってましたんで、ね、何でね、こう伸びるか分かりませんね。まあ、チャンネル登録者がでもね、おかげでね、129人まで増えたんですよね。いや、ありがとうございますということでね、もしかしたらね、ちょっと新規でね、聞いていただいてる方もね、多いかもしれませんけど、どうなんだろうな。まあ、このラジオはね、まあ、何してね、既存のお客さんにも全然人気がないラジオですからね、何のためにやっとるんやって話なんですけどね。まあ、今後はね、先週のね、ラジオでも言いましたけどね、もううちが5チャンネル体制になりましたんでね、無駄にね、風呂敷広げちゃったんで、ここでね、いろんなね、チャンネルのね、総合紹介ね、情報紹介も、したりね、していきますのでね、何卒ね、よろしくお願いいたします。今日からね、いろんなコーナーもね、始めていく予定でございますのでね、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。ということでですね、スターステルプレゼントウェブレディオプログラム、ステラジ、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。スターステルプレゼントウェブレディオプログラム、ステラジ、この番組は、ゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステートプレゼンツ、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。令和3年3月、スターステートチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステートチャンネルとして1チャンネルだった番組が、スターステート総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山寮日本邦画党チャンネルが、山寮政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。はい、改めてまして、ステラジは山寮と申します。いやー、とにかくね、この週末はドタバタしてますね。というか、これからまだしばらくはドタバタしそうですけど、まあね、仕事もね、ちょっと忙しくなってきているなというところで、まあいろいろとドタバタドタバタと、主に資金繰りの方でね、ドタバタドタバタしてるわけでございますけど、いやー、今月はね、まあいろんなね、絵とか重なったとはいえですね、ここのところ、まあ出費がね、ちょっと痛い出費が、5万単位とかのね、出費がポンポンポンと続いたところに、給料の方がね、5万単位でガンガンガンと下がったっていうね、ところがございましてね、いやー、今月がね、多分ね、そこのはず、そう、今回の給料はね、一番そこの、全然、残業も何もなかったもんでね、まあ、久しぶりにちょっと給与明細を見た瞬間に、とりあえず、いろんな金融会社へゴーするっていうね、状況でございます。まあ、久しぶりに資金繰りをサイクリングしております。いわゆる自転車操業というやつになってますね。いやー、どうにかしてね、しのがないといけないんですけどね。まあ、ちょっといろいろと、まあ、休日もそれで走り回って、どうのこうのしておりましたけど、まあ、言うてね、土曜日もね、仕事が入りましたもんでね、土曜日も仕事をしておったんですけどね、
でね、まあこれだけね、ドタバタしてるんやから、ね、何か一つぐらいね、いいことないかなと思ったんですけどね、まあ、仕事ね、雇った兼ね合いで、ちょっと昼飯にですね、ちょっと外に食べに行ったんですよ。で、最近ね、全然外食ね、できてませんからね、動画の撮影でね、ちょっと餃子の王将のね、餃子買ったりとかしてたぐらいでございますから、あとはもう基本的にもう19円のもやしをね、2つに分けて、ね、9円で済ませるっていうね、これで1食10円っていうね、それにね、たまにね、12円ぐらいでね、20円ぐらいでね、焼きそばとかね、作ったりとかしてね、30円焼きそばね、とかね、そんな感じでね、頑張って、しのいでおるわけでございますけど、いや久しぶりに国にいたら、いや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 、悲しいことが起こりましてですよ。ね、こんだけね、頑張ってね、やっとるし、まあたまにはね、まあそれでね、まあちょっと昼もね、食わんとね、そこからね、まだ長いですから、後も持ちませんしっていうのでね、久しぶりに、まあちょっと外に食べに出たわけでございますけどね、いわゆる毎度おきに食堂、あそこにね、食べに行ったわけですよ。で、まあ久しぶりに、まあ、買って食べたら、やっぱ何やかに言うて、あそこ600円か700円ぐらいはかかりますよねっていう、ことをね、思いながら、おーっと、ね、700円あったら、ね、30円焼きそばが20食作れるなという。確かに、ここ15日ぐらいの、で、使っとった夕飯代とほぼほぼ一緒ぐらいの、料金が、一食でポンと飛んでくんでね。写真、普通に考えたら700円でそんな高い値段じゃないはずなんですけどね。普通に松屋とかでもね、定食やったらそれぐらいね、750円とかね、まあ、600円、700円台ね、かかりますからね。なんだけどね、まあいかんせんね、ずっとね、ここのところね、一食50円以内で収まるようにね、うまいことね、いろいろとやりくりしながらやっておった身からするとね、うおー、すっげえ高級な食い物したなと思ったんですけどね、まあまあまあ、それはね、まあ久しぶりに肉も食いましたしね、がっつり、まあまあ、そういうところでないとね、肉も食えんしなっていうので、あれだったんですけど、最近は野菜麺もね、自然とビーガンやってますからね、そう、肉を買う、肉が高級すぎて。自然とビーガンになってますけどね、うん、50円のね、キャベツをね、ドカッとかってね、とにかくキャベツをね、むしゃむしゃし焼いてね、キャベツともやしを炒めたりとかね、そうそうそう、やったりしてましたけどね、そう。で、大事なのはそこじゃない。で、土曜日にね、それで、食べに行ってね、いやーと思ったらね、最近あれなんですね、確か毎度おきに食堂さんは、いわゆる食洗機にかけれるお箸に変えてあったはずなんですけど、またあれなんですけど、多分コロナの影響なんか分かりませんけど、全部ね、割り箸になってたんですよ、お店が。それでね、まあ、割り箸を取ってね、うん、そう。で、席について、さあ、いただきますってしたんですよ。写真載せときますわ。こんな感じになりまして、ポキッと折った瞬間にね、ポロンって、ポロンってね、根元のところがポキッて割れて、写真みたいな感じでね、普通はね、このまま真っ二つに割れるはずがね、根元のところがね、全く割れずに、そのまま、竿の部分がポキッと折れて、ボロボロになってね、写真の通りになりましたってことで、ラジオなのに写真頼りって言って申し訳ないですけど、まあ、こんな感じになってしまってね、なんじゃこれって。橋が折れずに私の心が折れましたっていうね、なんだろうなーっていう思いながら、でももったいないんで結局その橋でね頑張って食べましたけど、ちょっと短かったんでちょっと持ちにくかったんですけど、ね、まあでも美味しくいただきましたよというようなこととかもありましたけどね。いやー、まあそれでね、今週末ね、もう一つね、細い事件が起きてまして、まあその時にもちょっと実はそれで大変だったんですけど、口の中を怪我してしまいましてね、実は今週末にバーッとね、まとめて撮る予定だったんですけどね、めちゃく、口内炎と舌を切るっていう、まあ、裂傷みたいな感じになってしまって、もうね、滑舌が全然もう喋れん、もう、口を開くためにも激痛が走るような状態でね、本当に、ちょっと痛み止め飲みながらね、なんとかごまかしごまかしやってたんですけどね、まあ仕事もね、多少ね、声出さないといけませんから、ある程度声出さないといけないんで、まあまあしんどかったんですけど、これ動画の収録がね、どうにもならんくてね、今ね、実はそれでもね、ちょっと、今回からね、このラジオでもいろんなね、CM をね、間で挟もうというのね、CM をパンパンが撮る予定だったんですよね。まあ、それで、まあ、口も痛いけど、まあ、でもね、とっとかんとね、今週からね、本格的にこの4月からね、スタートしていくし、と思ってね、頑張って撮ってあるんですけどね、今ね、改めてね、実はその CM をね、ちらっと公開したんですけど、多分誰も見てないかな、1再生も入ってない、
で、被災者も入ってないから誰も見てないから気づいてないと思うんですけど、一応この後流してみます。めちゃくちゃ滑舌悪いんですよ。ただでさえ悪い滑舌でね、あの2つ作ったんですけどね、あのナイナイ連盟って言って、まあ、ナイナイ連盟の方は、動画、長い動画をね、あの説明動画を先に上げております。28日にアップロードしてますけど、それのね、いや、1分半90秒 CM みたいなのを作ろうとしたんですけどね、まあ、これはまず、あれだったんですよ。最初作ろうとした段階の時点で、あ、これ、ワード数がすごい凄まじいことになるなと。どう考えても、3分4分は尺がないと喋れんようなワード数説明事項があるぞと、ね、いうふうになっとったんで、いやまずいなと思っとったんですけど、頑張ってそれを喋ろうとしたんですけど、高橋さんも口も舌も切れてる状態だったんで、うん、ねまあ喋ってないですよね。びっくりしました。ちょっと改めて今あのオンエアにしたやつを聞いてみたら全然喋ってなくて、ね、これじゃダメだと思って今ね慌てて非公開にしました。一応今日だけ、今日はあのせっかく作っちゃったんで流しますけど、あのこの後流す2つ の, あの CM あの本当ひどいんで、それだけちょっとあらかじめご了承ください。もう一つはね4つ目の CM ね、あの協力いただけるね、あのこの撮影協力ねいただける企業様は大募集というね、その CM をね、1分 CM、60秒 CM を作ったんですけどね、これがね、まあ、見事にダメでした。これもね、っていうかね、あの私、なんかね、疲れてたんでしょうね。なんか知らんけどね、あの噛んで、ボツにする予定だった方のやつを使ってましたね。多分ね、そっちの方が噛んでた兼ね合いでちょうど1分になっとったんで、あ、ちょうど1分の動画って。作っちゃったんでしょうね。いや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 、失敗失敗ということで、あの改めてちょっと作り直します。ですので公開はねちょっと後にしますけど、今回はねもうその CM をねもうぐちゃぐちゃのやつですから、あらかじめご了承いただいた上でね流してしまうというのがね、この辺りのねクオリティがねどうにかしろよって話なんですけどね、まあ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 、このラジオはまあそんな感じで多少ゆるくやらせてもらいます、すいませんっていう感じでございますね。いやーまあとにかくね、まあ来週以降もねドタバタすると思います。まあねえ、そう、そんな中でもね、あの一つだけ良かったのはね、本当にあの一番最初に行った動画がねうまいだっていうのはね、これはちょっと嬉しいですね。まあね、10秒のショート動画だったんでね、多分あのスマホ関係のやつでちょっと、検索で入りやすくなったのかなということで、ちょっと週末にポーンと、一気に1万累計で今何再生行ったのかな。今ね、パソコン開きながらねやってるんですけどね、今もう追加も一応ちょっとは、そっから2、300再生ね、うちの動画で2、300再生って言ったらえぐいですからね。今の時点で、あった、11,857 再生って言ったら、ありがとうございます。いやいやいや、なんでしょうね、やっぱりね、一般の方からコメントが入る分、入った動画っていうのが、その後伸びやすくなるっていう傾向がありますね。あの、静岡の動画もそうでした。伸び始めてからコメントが入ったっていうよりは、あ、なんかコメントが入ったなと思って、それに返信とかしとったら、わーってね、あの、こう再生が入るようになったんで、やっぱ一般の方のコメントとかが入ると、検索、はい、あの、上がりやすくなるのかなっていう気はしましたね。まあ、わかりませんけどね、このあたりに関しては。まあ、ただあの高評価とかをいただいたのも大きいかなと思います。19件ね高評価いただいているということで、これは本当にありがとうございますね。っていうことで、まあまあまあ、ちょっとショート動画はね、これはちょっと作りやすいですしね、まあ今後はね、あのちょっとこれあの縦横比とかいろいろと間違えて作っちゃったやつをそのままアップロードしとったみたいなんですけど、なんかね、あの改めてこういうとるなと思って見てみたら、なんか縦横比がおかしいなと、そっか気がつく。なんかね、いやエンコードしとるときはこんなことになってなかったんだけどな、おかしいなっていうことなんですけど、まあまあまあね、そんな感じで、まあ、今後はねそういう動画もね、あの少しずつね上げていけるように、まあスマホでもね撮るようにしてね、ちょっとね、もうそれ専用にね、作ってみた動画を作ってみたんですよね。一本作ってみたんだけど、この動画全然散々ですね。あ、でも31再生はいってるか、うん、
ね、まあ、この多分ラジオよりは全然聞かれてますから、ね、先週のね、ステラジがね、今の段階で4再生ですからね。まあ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 、他の方は全然聞いてねえなという、まあ、ほぼほぼ聞かれてないラジオでございますからね。まあまあまあ、今後はね、こういうのもね、やってきながら、まあ、やはりね、総合チャンネルっていうのはね、YouTube の中では受けが悪いなというのは、まあ正直な感想ですね。難しいところですね。まあうちとしてはね、まあいろんなこと、まあとにかく私が思いついたことをいろいろやりたいなっていうのをやってるんで、まあそこからね、いろいろと特徴付けできることね、本当はもうちょっとね、旅行行きたいんですけどね。まあ何してね、最近上げた動画がね、これですからね、ワンペリカ借金王に俺はなるんですからね。まあまあまあ、あれあのリアルなやつですからね、なんかリアルな数字が、随所に見られたと思います。これあれリアルな数字でございますからね。いやいやいや、えぐいなね、今後どうしようかなっていうところでございますけどね、まあそんな感じ。まあ今週もドタバタ、まあなんかずっといつもドタバタしてる人間なんですいませんって感じなんですけどね。まあ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 、今週も忙しくなりそうですということでございますね。まあ少しずつね、あのぼちぼちと動画をね作るでいけたらなと思ってます。まあ、あの今後この後ね、また動画紹介のコーナーがございますので、そちらでね詳しくはやりますんで、またね、そちらの方も参考いただければと思います。ということでね、ひとまずこれぐらいでね、近況トーク、は締めさせていただこうと思います。 The Stale Group This Week's Lineup。はい、ではこのコーナーでは、スターステールグループ5チャンネルのね、最新動画の紹介をさせていただこうと思います。今回ご紹介する作品は3月25日から3月31日までの間の作品になりますね。で、すいません、いきなり冒頭から脱線をしますけどね、まあ、英語でね、こんな冒頭紹介とかね、こう最近ジングルとかこんなん入れてますけどね、これね、ちょっとね、困ったことがございましてね、最近ね、あのうちのチャンネル登録してくれた方でね、あのバリッバリ英語喋れる方がどうも登録をしてくれたみたいでね、まあ、あの面識のある方なんですけどね、あのね、いや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 、聞いてたらね、長いことあのフロリダに住んでましたよってね、方もあの最近なんか登録をしていただいたりしてるみたいなんで、ありがとうございますなんですけどね、あのありがとうございますなんですけどね、これな、ちょっと下手な英語喋れやんやなっていう。まあ、あのね、あの英語しない人同士やったらね、それっぽくごまかす英語はね、それっぽくできる、つもりなんですけど、ガチな人に聞か、ガチ勢の人に聞かれたらね、え、何言ってんのってなるのはね、間違いないんでね、そうそうそう、関西弁もエセやったらね、英語もエセですからねっていう、いや、エセちゃいますよ、三重弁なんですけどね。まあ、そんなことも置いといてね。で、そう、今週のね、ラインナップをどんどん紹介していきましょう。何々連盟参加者募集。何々連盟とは、登録者がいない、収益がない、底辺 YouTuber を対象に包括的なマーケティングを総合実施する目的の連盟です。登録者数の少ないマイナーチャンネルを紹介するポータルサイトとして、効率的な新規顧客獲得を狙えます。また、スターステール品質保証センターによる品質検査を無料で実施し、品質保証書を発行することで、品質の向上及びさらなる顧客獲得を狙います。内々連盟では、1、底辺 YouTuber の認知拡大、収益化の相互支援、2、コラボレーションなどのシナジー機会の設定、3、スターステール品質保証センターによる品質保証書の発行などの、目的、特典が受けられます。品質保証書では、チャンネル登録者数、視聴回数、公開動画数、MPFT、WAVT、FDK 値をデータ解析し、チャンネルの品質状態をポイント化、S から K の格付けが記録されております。ジャンル概要に加え、担当者からの提案内容を明記されております。証書は PDF で公開されます。何々連盟の参加条件は、1、チャンネル登録者数が1000人未満、2、投稿動画数が10本以上、3、登録者数の公開設定は公開、コメント公開率 80% 以上、4、ジャンルは問わないが、グロテスク、犯罪アステンなど、山田が NG と判断したものは参加を拒否します。1、2に関しては条件を満たさなくても参加できる場合もございますので、お気軽に山田までお問い合わせください。なお、入会費、月謝等、費用は一切かかりません。また、入会後に収益が達成した場合、任意でそのまま連盟に所属することもできます。皆様のご参加、心よりお待ちしております。4つ目でご紹介させていただける会社店舗様大募集。4つ目では、地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社店舗様を大募集しております。
新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。基本無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は三重県四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、津市、亀山市、桑名郡木曽崎町、いなべ郡東院町、三重郡小物町、朝日町、川越町となっておりますが、上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。ローカルに生きる、ローカルが生きる、4つ目。はい、続きまして4つ目ですね。三重県北中世情報チャンネル4つ目、こちらの方は25日以降は週末に更新をさせてもらっておりますよと、いうことで、25日以降の更新だ と、ずっと引き続き、四日市安名浪鉄道ターミナル完全制覇の旅のシリーズをやっておりますよというところで、今週公開した動画が梅ですね。あの西日野からずっと歩いて、梅林公園ね、あの、あ、梅林公園じゃない、あの南部丘陵公園の、あの日永梅林祭りやってるね、会場の方に、ちょうど着いたところで、いる梅を見てますよってことですね。まあ若い梅が多くてね、比較的あの後からね、あの作ったあの今造成しとる、梅の、梅林ですので、結構若い梅も多くて、で結構本数はね、あの私もね知らなかった、結構あんな奥まであるとは知らなかったんですけどね、綺麗でしたね。ちょうど梅の見頃だったのでちょうど良かったなというところでございました。あとはセブンイレブンの動画かね。これセブンイレブンね、本当にね、このね、あの日永、あれは日永西5丁目かな、になると思うんですけど、のセブンイレブンさんはね、本当にあそこ面白い。あのであのね、あのあの時買ったのはコーヒーゼリーじゃなくて、セイロンティーゼリーでしたっけ、紅茶ゼリーね、買ったんですけど、すっげー本格的な紅茶の味で、すごく美味しかったですよ。ここ本当にね、行くとね、なんかね、こういうスイーツ、本当にね、ここのお店のスイーツは、でもやっぱしあれ結局ね、他のセブンで見かけないんで、多分あのお店が独自で仕入れてるんだと思います。ここは本当にそういった独自のね、なんか謎のスイーツ、あのとにかくあのちょっとね、お値段はあのする5、600円ぐらいするけど、あの美味しいよとか、まあ、あれはでも400円ぐらいでしたっけ、380円とかそれぐらいですもんね。そうそうそう。なんでね、おすすめですのでね、ぜひね、お近くお寄りの際はね、あのランプさん、ね、あの喫茶店のランプさんとかがあるところの、向かいあたりにあるあのところですね、海君道路沿いのところです。よかったらね、足をお運びいただければと思います。その前にぜひ動画を見てくださいね。この辺り3再生とかだからな。ね、いうことですね。あとは、あ、そっか、これもアップロードしましたね。あの、ナノゲージを、最も身近に感じられる場所っていうのでね、あの、日永西5丁目にありますね、あの、泊駅からね、ちょっと北側に行ったところにあるね、高さ 1.8 メートル制限のね、すっごい低い、あの、やつがあります。まあ、あの、探せばね、1.2 メートルとかね、すごい、あの、低い、あの、橋梁ってあるらしいんですけど、こういった効果ってあるらしいんですけどね。まあ、多分、ナノゲージでは一番低いんじゃないかな、1.8 ね、メートルということなんで、私ね、177センチ背がありますからね、普通に手を伸ばしたら枕木触れるっていうね、距離でしたんでね、すごい迫力でした。で、あの、ナノゲージって、あの、何せね、あの、釣りかけ駆動なんでね、あの、ちょっと鉄道好きの方でしたらね、あの距離でね、釣りかけ駆動の音をね、聞けるところは多分他にないですから、ぜひね、これはね、足を運んでいただけたいなと思います。メインチャンネルの方はね、結構鉄道関係見ていただいている方も、多いと思いますので、今ね、ちょっと4つ目の方が最初のね、オープニング企画でちょっとこっちの企画を持ってきましたんで、あの、ぜひね、この機会にね、4つ目の方もね、ご視聴いただいて、まあ、チャンネル登録ね、いただければ幸いでございますと。いうことでございますね。こちらは引き続き、四日市安名浪鉄道のね、旅が、順次続いていきますよということになります。もうしばらく続きますね。はい。ということで、これで、4つ目は以上ですね。続きましては、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube ね。こちらの方は今、毎日更新をずっと続けてます。で、予定ではですね、先に予定を言っちゃいますね。4月の15日までは毎日更新をしまして、そこ
こからはすみません、月か水木、なんか私告知の方、別の文章の告知で月金って入れたような気もしますけど、月木の週4配信でちょっと対応させていただきます。ちょっと、ネタ自体はいくらでも思いつくのがあって、まあネタ帳にはもう40ぐらいネタは入れてあるんですけど、何せ収録が間に合わない。他の編集ね、やりながらだとね、言うてね、これがね、お気軽にできるね、投稿ネタを増やしてますけどね、まあ全部ね、逆に言うとですんで、2分でまとめてますんで、逆に言えばこれ、数量に見やすくなってるんじゃないかな、ということでございますのでね、今週はどのあたりが、公開になったの？コンテンツで見てみると、今週公開になったのは、25日からだよな。3月25日からやから、第2主郵便、第3主郵便、第4主郵便に、あと選挙郵便とかをちらりと、話をして、じゃない、その他郵便まとめてレタックスとかいろいろ説明をした後に、レタックスだけで1本やって、タウンメールも、やってるな。タウンメールとタウンプラスを説明して、そういう機能で、今日は、今日選挙郵便のね、話を挙げてます。まあ、選挙郵便と選挙郵便物っていうね、同じちゃうんかって言ったら、ね、実は全然違うものっていうね、ややこしい話をします。またこの後もね、4月15日まではね、土日も含めて、毎日、2分動画更新しておりますのでね、簡単に見れますんでね、気軽にパッと、見ていただけるものになってますので、お気軽にね、登録いただければと思います。今のところね、レタックスの動画が、再生が1ってことなんでね、1321ね、ということなんでね、まあ労力もそんなかかってないあれですけどね、特に今のところはね、古いデータ使いますからね、資料とかも、そうまあそんな感じですね。 YouTube の方はまあそんな感じでやっていきます。まあこの後はね、一通り郵便商品の紹介が終わったら、まあ U パックなんかもねやりたいんですけど、今ねあんまり詳しくなくなっちゃってる。あとは郵便用語とかね、あっちの方がね、多分これから4月からね、郵便局に入るよって方はね、すごく戸惑うことが多い業界。特にまあでもあの業界はどちらかというと、新卒よりも中途採用で行くとどぎも抜かされることが多いですからね。という感じでございますのでね、まあまた郵便用語の解説なんかも、やっていくような予定で、一応ネタを今いろいろとフリップを作成を頑張ってますっていう感じですね。で次はヤマペディアですね。まあこっちはまああまりそんな説明するほどのものでもないんですけど、25日からヤマペディアも、本格的に、投稿開始させていただいております。これをねもうずっとね毎日投稿でやる予定でございます。今回やったのが、第1回目からで、ね、トラート空港ね、これ中東の空港でしたっけね、ありましたね。で、あとは、ドラクエのね、やつね、天空物語に、あとは、なんだ、バルト・ラムセラールさんね、オランダ代表のサッカーの選手でしたね、とかね、あとは岩田レソーというなんか、やつがあって、あとはトガヒコダイ、この辺り植物の名前が続いたんですよね、そうそう。と、トガヒコダイも、でもこれ漢字やっぱり絶対読めねえよな。なんでこの、トガヒラエ帯で、トガヒコタイになるのか、本当に謎なんですけどね。これで、植物名らしいですよ。で、あとは30、31日から、カマーバンドの、あれですね、清掃で使う、あれですね、西洋の清掃で使う、パーツって言ったらいいのかな、なんかお腹のあたりに巻くやつという感じですね。で、あとは、こっからですね、ちょっと3月11日からちょっと長いシリーズになります。で、今日から上がっているのが、ラーコティ・フレンツ2世というね、方の、やつが当たって、これがね、長い。すごく記事の内容が深い、記事だったんで、ちょっと深読みをしていたら、だいぶ中世のハンガリー史が読め、中近代の近代のハンガリー史がね、読めるというね、すごい、超大作になってしまったんで、頑張ってね、20分動画とか、最初は10分動画で、あとはね、20分動画、明日以降ちょっと長いのになりますけど、まあ、かなり、この3本、伊達になってるんですけど、3本、見ていただけると、かなりハンガリー史、で、ハンガリーって真ん中のところなんで、意外とこの東ヨーロッパ、ヨーロッパ中央の、
近現代史のあたりがかなり読み解ける、民主化での流れとかもだいぶ読み解ける、内容になってるんじゃないかなと思いますのでね、よろしければご覧いただければと思います、ということですね。あとヤマペディアが以上で、あとは個人の方のねやつでやってます、山寮政治人事個人チャンネルの方は、こっちの方はね、もう随時、いろいろと上げてますので、見ていただければと思います。あ、そう、角田選手ね、ね、デビュー戦表彰台どうだって言ってましたけどね、まあでも、9位入賞ってことなんで、実は日本人ドライバーで、デビュー戦でポイント獲得って、初めてなんですよね。デビュー戦は初めてだよね。そうそうそう。いやいやいや、そういうことなんで、これ大快挙なんでね、すごいですよ。まあまあまあ、ちょっとね、ガスリーがね、ちょっと、かわいそうだったなーっていうのはね、ありますか。アンラッキーなところがね、もう一周ね、最初のところでありましたし、まあ、ね、予想通りね、ね、注目の3若手、新人ね、なんか、いろいろと明暗が分かれる結果になりましたけどね、やっぱこの角田選手、最後にね、オーバーテイクも見せたりしてね、いや、見せるじゃないか。ところがね、十分にね、発揮しましてもね、いやこれも全然セットアップとか決まれば全然これ上位、もっともっと食い込んでくれる、本当にちょっと表彰台の、期待も十分、できるんじゃないかということでね、期待したいですね。ちょっと今年は F1 ね、ホンダのラストイヤーということでね、ちょっとそれはさ寂しいことなんですけどね、ラストイヤーね、有終の美をね飾れるようにね、いきたいところですよね。ちなみに前回ホンダがね第3期撤退した時は、撤退した後にブラウングランプリっていうところで、その引き継いだね、ブラウンさんっていうところが引き継いでブラウングランプリっていうのを作ったところが、なんとチャンピオンを取るっていうね、結構あれもあれで歴史的快挙をやり遂げた、まあその時のドライバーは実はジェンソンバトンだったんですけどね、ということなこともありましたけど、まあ他にはなんか細かいのいろいろ、まあこっちはもう基本的に無編集で風撮りね、スマホでパッてね、キャプチャーで撮ったやつをね、上げていこうと思いますんで、パッとね、ニュースでね、見て、あ、これちょっと取り上げようかなっていうやつをポンポンと取り上げるような形でやってきますので、まあまあまあ、お気軽に楽しんでいただければ、こっちはですね、もうモバイル向けに特化していこうかなというふうに思ってます。今の段階ではね、そっちの方がどうも見やすいですしね、スマホで見る方増えてますからね、やっぱし。うん、私もそうするとね、スマホでこっちの方は編集してってやりますね。そうするとね、ちょっと手つき時間に作れるんで、それでちょっとでもね、投稿本数増やせればと思ってます。という感じでね、まあいろんな雑談なんかもこっちの方ではやっていこうと思ってますんでね、この、個人チャンネルではね、まあ結構比較的、まあ、バイアスもかけずに、いやってこと思っておりますのでね、こちらの方もね、ご登録いただければと思います。でもね、2人くらい増えたんだ。ありがとうございます。ということで、これで一通り動画の、チャンネル、やっぱ5チャンネルあると、まあまあ時間かかるな。まあ、ということで、以上でございます。まあ、ぜひね、皆さんもね、他のチャンネルもね、ご興味ございましたら、まあ、ご興味がなくてもね、まあ、山田さんね、ちょっとね、助ける、だろうかなっていうね。少しでもね、善意のある方も、善意なくてもいい、冷やかしでも何でもいいんで、ぜひ、登録いただければ幸いでございます。ということでね、これくらいでね、この動画、この後まだワンコーナーあるんだった。今日からね、新コーナーもやってきますんでね、そちらの方もお楽しみいただければと思います。ということで、とりあえず動画紹介のコーナー以上でございます。協会委員会。このコーナーでは世の中にあふれる様々な協会、委員会を取り上げ、その活動内容を学んでまいります。ということで始まりました。協会、委員会ね。まあね、世の中にはね、本当にね、ありとあらゆる協会や委員会というものがございます。ね、よくね、これね、このコーナー始めた時がちょうどあれだったんですよね。なんか、事業仕分けとかでなんかわーわーね、蓮舫さんとかがわーわー言っとったね、時期にね、実は作った、ブログで作っとったコーナーでしてね、10年ぐらい前ですよね。そうそうそう。でね、本当にこんなのいるんですかみたいなことをね、ようようわーわーやっとったんでね。まあ、というところが始まったら、協会、委員会ってやったんですね。世の中にも本当にね、ね、すごくよく世の中の役に立つんだろうなというものから、これ本当にいるのみたいなね、委員会とかね、いっぱいありますからね、それをね、いろいろと紹介していって、改めてね、こう存在意義とかね、活動内容をね、学んでみようということです。そういうことで、まず第1回目はね、記念すべき第1回、何をやろうかというと、ここです。もやし生産者協会。
言いにくい。なんで言いにくいやつを選んだんだ俺はと思ったんですけどね。いや、最近ほら、冒頭のね、動画、トークでも言ってましたけどね、もうとにかくね、お世話になってる野菜でございます。もやしでございます。なんとね、もやしの教会あるんですね。もやし、教会って、正式名称はもやし生産者協会で、通称がもやし協会というふうに呼ぶらしいです。あ、でもっと言うと、もっとした正式名称は工業組合もやし生産者協会らしいです。工業組合なんだ。農業じゃないんだ、もやしって。で、どういうことをやるかというと、もやし栽培農業に関する指導及び教育、もやし栽培農業に関する情報または資料の収集及び提供、もやし栽培に関する調査研究とか、あと、全各号の事業に付帯する事業とかね、やってるらしいですよ。でね、組合員はなんと49名いるらしいです。令和2年7月現在です。あ、結構新しい情報で出てますよね。で、遠隔とかね、結構いろいろな業界の概要とかも出てますし、あとは、ホームは何どこだ、ホームになると結構ね、なんかゆるキャラも作ってますね。緑豆もやしのモッピーと、大豆もやしのマメモに、ブラックマッペもやし、何マッペくんっていうのがいるみたいですよ。モッピー、マメモとマッペくんって。ま行が多いの。もやしだから仕方ねえか。ね、っていう感じなんですけどね。あ、結構なんか、ダジン鍋のなんか、あとレシピとか、あれ、毎週週替わりでもやしのレシピが出てるみたいですね。これは便利じゃないですか。他にもね、いろんな、一応会員専用ページなんかもあるみたいです。これ、まあ私会員じゃないんで、さすがに専用ページは行きませんけどね。一体何が見れるんでしょうね。もやしについてとかね、いろいろ書いてありますよ。わあ、これ学べるな。これ、あ、うち。ね、ヤマペリアよりこっちの方があれかもしれません。あ、もやしの種類がいろいろと書いてありますね。緑豆、ブラックマッペ、大豆を種子とするもやしが主に生産されてますよとかね。結構ね、図解でわかりやすい。へぇ。ブラックマッペってなんだよ、なんか黒い豆あるんだ。へぇ。私がよく見るのはやっぱ緑豆もやしですね。これが一番安いですよね。あ、そう。特徴として国内では約9割を占めてるらしい。やっぱこれがメインなんですね。種子は中国とかミャンマーから持ってきてんだ。で、あとはブラックマッペはミャンマータイから種を持ってきてこうやってるみたいですね。炒め物なんかにやっぱ緑豆は合うみたいで、ブラックマッペは焼きそばとかお好み焼きにも合うみたいで。で、あとは大豆ね、もやしはね、聞いたことあります。豆がでかいですよね。そうそう。で、これはアメリカ、カナダ、中国とかから種を持ってきてやるみたいですね。で、そう、豆ついたまま食べるのが特徴で、ナムルとかに使うのがこれだし。ああ、なるほどね。確かにナムルって、そう、豆がついてるイメージあるわ。へえ、っていうような感じでいろいろとなってます。もやしの栄養なんかも書いてあります。そういう栄養ね、あれ全然栄養がなさそうに見えるけど、もやしはいろんな栄養素をふんだんに含んだヘルシーな食品らしいですよ。種に蓄えられたでんぷんや脂肪あるんだ。タンパク質など潜在的な栄養素が加水分解されて、もやしになる段階でエネルギーを放出しながら細胞や組織を作って成長するという特徴があるのです。ほう。さらに、新陳代謝する過程で、それまで含まれていなかった新しい栄養素が合成されるんだ。ああ、そうか。発芽というメカニズムには、私たちには計り知れない複雑で神秘的な反応が起こっているのです。で、いわゆる発芽して、どんどん成長していくところなんで、いや、これ意外とエネルギーはそこまで高くない。14キロカロリーか。100グラムあたり14キロカロリーだから、まあ、やっぱヘルシーはヘルシーですね。でも、ね、脂質とかも全然ないわけじゃないですし、結構鉄分とかも含まれてるんですね。で、食物繊維意外と高い。1.3g あるんだ。意外と高いですね。ね、もやしってそこまで食物繊維はないのかなと思ってましたけど。あ、ていうかすげえ、大豆もやしだと 2.3g もあるんだ。これは結構取れますね。他にも結構いろんな、必須アミノ酸に非必須アミノ酸もなんかいろいろ入ってるわ。詳しくはね、ぜひね、ホームページのリンクね、貼っておきますのでね、そちらをご覧いただければと思います。いや、これはね、もやしについて学びましたね。なんかヤマペリアみたいなことになってます。だいたいヤマペリアね、もうちょっと適当なこと言ってますから。うん。ヤマペリアに至っては、私の考察、もっと適当ですからね、あれなんですけど、まあ、こっちの方はね、うん。まあ、書いてあること読んでるだけ。
あと何大豆もやし、ちょっと待って、委員会作ってるよ、教会の中で委員会作ってるよ。おっとっとっと、これを見ないといけねえな。大豆もやし普及委員会という委員会作っちゃってますね。これもうちょっと教会委員会って言ってますからね、委員会の方も触れないとね。あ、なんかすっげえロゴ作ってるわ。味食感豊富な栄養を持つ大豆もやしは様々な料理で活躍ってことで、大豆もやしのレシピ、あ、これレシピが毎週もやしレシピを公開しているのとは別で、この委員会、これ一緒の協会でやってる、同じホームページ内なんですけどね、大豆もやしは大豆もやしで、大豆もやし専用の今週のレシピがあるんだ、すげえ。そこに力入れんだ、すげえな。あ、今週、ちなみに今週の大豆もやしのレシピは、フライパンで大豆もやし取り込むご飯ってなってますね。何？え？どういうこと？どういうこと？フライパン一つで、どうやって、米は何これ？どうやって作るの？ 40 分で作れるってなってるけど、フライパンで、五目ご飯ってどういうことだ。それが気になる。ごめん、もやし云々の場合に、まあ大豆を入れるっていうのも分かる、あ、もやしを入れるっていうのも分かるんですけど、米2合に鶏もも肉にもやし 100g 入れて、しめじに人参、三つ葉、まあしめじ、あのもやし以外はいわゆる、火薬ご飯に使う、やつとそんな変わらんですよね。で、水、米は洗って鶏肉刻んで人参も細切りにして、でしめじなんかも入れて、フライパンに油ひいて鶏肉まず焼いて、そっからだからこれ炊いてない米を入れるんだ、パエリアみたいに作るんだ。へえ。で、いろいろと加えて、米を加えて中火にかけて沸騰したら全体をさっくり混ぜて蓋をして、そのまま中火で5分炊いて、弱火でそっから炊き込むんだ。へえ。で、蒸らして、三つ葉を散らして出来上がる。わ、これ美味しそうじゃん。炊飯ジャー使わずに、出来ちゃうんだ。それに驚きだ。へぇ。なんか、ご興味ある方、ぜひ、作り方、詳細、グラム数とかもちゃんと書いてありますんでね、見ていただければと思います。へぇ。すごいな。これは大豆もやしレシピで、大豆もやし普及委員会というのは、ちなみに大豆もやしを普及することを目的として日本のもやし生産者で構成する認可団体工業組合もやし生産者協会、まあ、さっき言ってたこのサイトのところで設置された委員会、協会の中に委員会作っちゃってますよ。私のところの大会にぴったしじゃないですか。へー、こんなんやるんですね。で、平成24年の5月から、この委員会自体は、活動を開始しているそうです。24年、平成24年ってことはもう8、結構もう10年近く前にはなるのか。はあ、はあはあははあ、10年ぐらいになるんですね。ちなみにこの教会自体はもっとだいぶ昔からあるみたいですよ。いつから法人設立は、あ、でも法人設立は平成21年ってなってますけど、もともとはもう全国もやし販、もやし再販組合連合会というのが昭和14年にできてるらしいんだよ。いやー、もやしも歴史長い。すごいですね。はぁ、で、いろんな、多分そのもやしの生産者の、会員さんの名簿なんかも載ってます。この皆様が私の特に財布を支えてくれてるんだなと思いますね。再起食品株式会社とかありますね。埼玉。この辺りだと静岡かな、近くは。岐阜、あ、愛知にもあるね、黒部物産さん。岡崎のところとか、あと、イビのアスナ株式会社ってなんか聞いたことがあるな、気がする。どっかこの辺りのスーパーに入ってると思いますよ。うん。まあ、一宮で働いとった時かもしれませんけどね。あとは滋賀は立東にあるらしい。すごい。立東って言ったら大噂の立東のところですよね。で、作ってる、丸豊産業さんから、ありますね。なんか、まあ、いろんなところで作られてますね。全国津々浦々。すごい。全国どこでも育つもやしってすごいじゃないですか。沖縄にもありますよ。北海道にもあった方ね。すごいなぁ。いや、こうして我々の、ライフはね、
食品まで、頑張って抑えられております、ありがとうございますということでですね、もやしに感謝しながら、このもやし協会さんに感謝しながら、明日もね、もうもやしね、今日買ってきましたんでね、今日スーパーでちょうどスーパーもやし買ってきましたんで、明日もやしをね、いただいて、またね感謝したいと思いますということでね、まあ、こんな感じでね、世の中にあるいろんなね、協会や委員会を、紹介していこうと思いますのでね、今後とも、お付き合いいただければ幸いでございますということで、以上協会委員会でございました。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、はい、スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、そろそろお別れの時間になってまいりましたということでございました。いや、何やかんやでコーナーとかやるとまあまあいい時間になりますね、収録時間を見てまあまあびっくりしました。おっと、もう10時半じゃないですか。まあ、エンディングはね、もうだいぶ、私もね、もう何やかんやと足掛け1時間くらい喋ってますからね。1時間どころじゃねえ、9時から撮り始めたんだから1時間半喋ってんじゃん。いや、これどうやって編集しよう。まあ多分1時間ぐらいに収めるように頑張ります。まあ分かりませんけどどうなってるか、はい、いうことでね、早速ね、番組の呼び込みの方で最後にやっとこうと思いますよ、番組では皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄または、Twitter アドレスアットマークヤマリョウ、アットマーク YAMARYOH 宛てにお送りください。番組ハッシュタグ、シャープステラジ、ステはカタカナで、ラジがひらがなのステラジで、投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想を心よりお待ち申し上げますということでね、まあこんな感じでね、もうちょっとね、あのコーナーのジングルとかね、ちょっと作る時間とかね、あとあのね CM ね、あのひどかったでしょ最後の方に入ってたと思いますけどね、いや、あれは取り直した方がいいと思うんです。私もね、思ってますんで、これはね、頑張ってなんとか今週中にね、作り直してね、その前にいろいろとね、年度末の書類とかもまとめなきゃいけないのに、わーわーわーっていう感じなんですけど、まあ、なんとかね、頑張ってやっていこうと思いますのでね、あなたね、来週もね、今週、まあ、ちょっとね、取りだめしてあったやつがね、だいぶ消費をしてしまいましたんでね、言うて5チャンネルね、同時並行はね、一人でね、編集してやるにはね、まあ、ちょっとやっぱ、風呂敷を広げすぎた感がやっぱし強いなと、分かってはいたんですけどね、まあ、ただジャンル分けしてるね。で、YouTube とかはね、ある程度多分週4とかにしていけば、今でも週7、あれも週7で更新して、ね、で、あっちも週7、ヤマペディアも週7更新なんでね、簡単に編集できるって言ってもね、週14本とこれらないといけませんがね、だから30本撮りしましたけど、2週間で消化しちゃいますからね、っていうことにね、ショッキングを受けながらね、これはちょっとね、さすがにね、全部毎日更新は難しいんでね、まあ、ぼちぼちと、まあ、何かしらどっかしかでね、常に1日平均1.5本、ね、1.3本とかね、更新できるような感じでね、頑張っていこうかなと思っておりますのでね、ぜひね、他のね、チャンネルね、このメインチャンネルはもちろんね、他のね、この三重県北中西情報チャンネル、4つ目、あとは、郵便いろいろ解説チャンネル、YouTube、ね、ヤマペディア、とあと、個人的にやってるね、山城西政治個人チャンネルね、こちらの方もね合わせてご登録いただければね幸いでございますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。まあもちろんね、ここだけでいいわっていうのは全然それもそれでね構いませんのでね、よろしくお願いいたします。あとね、これ4つ目の方でまだね告知もしますけどね、うちのね広告ができました。まだね、画像貼っつけておきますけどね、はがきサイズのね、広告を作ってね、これちょっとな、また、お店とかでね、設置協力ね、いただけるところとかね、ございましたらね、どんどんね、ちょっと、置かせていただきたいなと思いますのでね、またね、私も、時間を見つけてね、アンギャ、ちょっと横市市内をね、歩き回って、ちょっとね、外交訪問とかね、ちょっとね、させていただこうかなと思うんですけど、まあね、土曜日も仕事が入ってきてる兼ね合いで、なかなかそっちの方まで回れてないっていう現状がございますのでね、まずぜひ、うちとこ来てよっていうね、呼んでくれたら、もう全然どこでもね、ポンと飛んでいってね、もうね、紹介動画とかでもね、パンとね、撮ってね、出しちゃいますんで、ぜひね、ご協力いただけるところね、基本的には三重県
県の北中西をねメインにこう活動しますし、まあね、もう何度も申し上げてます通り、なかなかね予算の、超低予算でやってる兼ね合いで、なかなか遠くにね行ってね、あの遠征ができづらくなっているところなんですけど、あの全然声をかけてもらったら、あの全然対応できるところで対応しますもんで、あの全然あのぜひあのお気軽に声をかけていただければと思います。全然ね、あのトップ YouTuber の、ね、皆さんでしたらこういうので案件で、ね、お金もらってってなるところですけど、うちの場合はもう単純にコンテンツを増やしたいっていう目的がございますので、全然あのそういったのね、あの全然もうあの無料でね、どんどん対応、させてもらいますんでね、まあもちろんね、いやいやいや、そんなこと言わずにね、まあまあまあ、ちょっとお受け取りくださいみたいなね、まあちょっとそれの下を通してもらうのは、もう全然それをそれでやぶさかではないんですけど、まあ、全然そんなもん期待してません、大丈夫ですんで、あの無料でね、全然動きますんでね、ぜひあのお気軽に、ね、あのそれこそ中小のね、皆さん、あの零細企業のね、皆さんとかね、ダメ元でね、どうね、どね金払ってやるにはあれやけどね、ね、まあただやったらね、ちょっと、ね、やってみるかみたいな、ね、感じでね、言ってもらったらね、全然ね、ピャーっとね、飛んできますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあまあまあ、なんやかんやと、そっから喋ってるな、これぐらいでいい加減、終わらせていただきたいと思います。また来週お会いしましょう。来週とは言わず、明日の動画も見ていただければ幸いです。ということで、以上、山城でございました。バイバイ、また来週。